さあ、ここからがハイライトだ。正直2世キャラってパッとしないよね。に対するネットの反応をお送りするよ。せめてこいつレベルが欲しい。強すぎる。うわぁ、最強格を出すな。自分が2世産むぐらいのレジェンドじゃねえか。こいつはもはや2世キャラというか、親父すら食ってるレベルのキャラじゃねえか。セブンの息子から、セブンが今やゼロの父親になってるからな。多分ちびっ子はセブンやレオのこと、バーダックやカカシ先生みたいな感じだと思ってるよ。むしろアンヌ関連のせいで、こいつはセブンの息子って設定が逆に足引っ張ってるまであるからな。お前から新たなウルトラマンの歴史が始まったと言っても過言ではないだろうが、せめてこれくらいだよ。ジードとゼロの二世コンビ好き。いや君も人気高いよ。おじさんたちが親戚の子を見る目してるもん。君もゼロに及ばないまでも最強格だよね。基本的に自分たちより圧倒的年上のウルトラマンたちの中、純粋に大きくなったねえと見れる希少なウルトラマン。だって中の人補正でようやくウルトラマンになれたんだねってなるから、あの幼少期に夢を語った映像が残ってるのは強いよね。中の人的には思ってたより早く実現したから焦ったのだとか、タイガだって大きいお姉さんやお兄さんたちに子供みたいに思われてるし、パッとしてない二世が怪獣以外いないまである。というかウルトラの二世キャラはどいつもこいつも人気あるよな。代替わりにかかった年数が奇跡的にちょうど良かった感じがある。ジードもなんやかんやで毎年何かしらの形で出演してるし、人気根強いよな。ウルトラマン二世と呼ばれたこともありました。代替くらいの人気が二世にはふさわしい。逆にゼロの息子とか出すにはどれくらい時間がいるんだろう。10年や20年じゃダメ？未来から来た息子ならいつでも出せそう。ゼロの初登場から、すでに10年は経過してるんだよ。だから息子は無理だけど押しかけ弟子は許された。とりあえず、時系列を1万年ちょい進めないといけないからめんどくさい。Z、私もある意味二世でございますか。エース兄さん、エース。ゼロ、お前が二世に入るなら、メビウスは AT までのウルトラ兄弟の後継者だろう。つかお前、ウルトラ兄弟の弟子になるのは恐れ多いとか言ってたが、この間メビウスに稽古をつけてもらってたじゃねえか。メビウスのことウルトラ兄弟にカウントしてるやつほとんどいない説。実際、太郎までの6兄弟までしかカウントしてない人って視聴者にもいるからな。ウルトラ戦士の中にもいてもおかしくない。Z さんはかなり天然だし。光のことウルトラ兄弟にカウントしてるやつほとんどいない説。光はそんなカウント必要ないくらい、キャラ立ちポジション確立してるのが強すぎる。反則的にも策撃的にも便利すぎる。新発明を盗まれる役から、パワーアップアイテムを作って届けてくれる役までこなしてるな。ただ、いい加減光の元からアイテム盗難させて話の発端にするのはやめてほしいなと思ったりする。その度に光の国や光自身の防犯意識がとかいじられるのはな。制作側もそう思ったのか。 Z のウルトラメダル剣では盗まれた際のシーンが映って、あの状況から盗んだゲネガーグかっこセレブロ付きがやべえってことになったぞ。さらにギャラファイで同時期にデビルスプリンターやユリアン誘拐で主だったウルトラ戦士が出払って警備が薄くなってたことも書かれた。あのウルトラマン最初からスターマーク付きだ。ゼロとジードに比べられるだけで、タイガも息子キャラとしては9大点。いやいや相当上の方だと思うよ。タイガは戦友3人とトレギアのキャラが濃くて割り送ってるところがあるけど、なんだかんだで決めるべきところはしっかり決めてるし人気も高い。映画やギャラファイとか、かなり格好良かったしな。タイガはせっかく3人同居してるんだから、もっとイマジンみたいに喋って欲しかった。タイタスもフーマも一言くらいしか喋らない回とかあって、完全に持て余してた。今のところセブン、タロウ、エースを継ぐ者がいるから、そろそろマン兄さんを継ぐ者も現れそう。すべてのウルトラマンはマン兄さんの後継者です。ゴルゴザウルス2世、初代は別作品です。キングザウルス3世、初代と2世を誰か知りませんか？キングザウルス2世は外産ガルサール化で退治したよ。おお、マジか知らんかった。漫画のウルトラマンストーリーゼロに、初代キングザウルスが出てジャックと戦ってたよ。まあ、本編とはパラレルな内容の漫画だけど。ウルトラ2代目連中総じて恋なおい、ゼットンですらそれなりに人気だし。タイガは設定上は3世だからなんか違う。
筋肉マン2世のスレかと思ったら違った。そいつはキャラとしてパッとしないようで、2世ものブームの火付け役だから偉大な存在なんだよ。なんだかんだでデイモンシード編くらいまでは面白かったと思う。やはりタッグが、タッグもいいところはあるんだよ。カオスとのコンビとかやたら長いのとローガイがダメだっただけで。いろんな意味で歴史的に必要な存在。主人公が大会決勝で負けるってなかなか攻めた話よね。アニメ版や V ジャンプ版の方だと、プレイボーイ版の生臭い部分が緩和されてるおかげですごくいいヒーローやってるんだよな万太郎。そういや宇宙刑事の2代目シリーズが出たと聞いたけど、どうなったの？今その情報がほとんどわからないだろう。察してくれ。2代目宇宙刑事好きだけど作品に恵まれてないっつうか、個人的にスペーススクワットとかマジでプロローグすぎて、盛り上がったとこ最後だけだったわ。そして女性をサンドバッグよなにはドン引きした。2代目ギャバンはキャラはいいんだ。ただ主役の話が毎回同じ展開の繰り返しなせいで、前作での成長がリセットされてしまうだけで、ゼロがいなかったらウルトラシリーズどうなってたんやろな。大怪獣バトルが無人に近い状態の惑星が舞台で、既存の怪獣しか登場しなかったのは当時のつぶらやには街のミニチュアを作ったり、新しい怪獣の着ぐるみを作る余裕すらなかったからだと言われてる。ゼロが立て直さなかったら、ウルトラマンの新作は劇場版や大食い映でしか作れないくらいになってたかもな。これマジ、ギリギリまで踏ん張ってた状況だったじゃないですか。マジだよ、平成3部作に金かけすぎて経費削減したつもりでデータ N プロジェクトがこけて、マックスメビウスで原点回帰しようとしたけど、結局ダメで倒産寸前まで行った。大怪獣バトルとゼロ、ウルトラマン列伝などでなんとか食いつないで、経営も一新して別会社の子会社となり、銀河以降のニュージェネでなんとか立て直したのがゲンツブラや、銀河も、このままではゼロが最後のウルトラマンになってしまうっていうギリギリの状況で、ウルトラシリーズの火を絶やさないために必死の思いで制作したんだっけか。そう、銀河の戦場が山奥や月ばかりなのも経費削減で街のミニチュアを節約したから、建物のミニチュアが壊されたのは最終回でダークルギエルが暴れたシーンのみ。補足すると、ここに至るまでで挙げられた作られた作品は別に低評価なわけではない。旧つぶらやの経営体制があまりにもガバガバすぎて、どんだけ売れても赤字を垂れ流したのが根本の現況。マジでメビウスとゼロがいなかったらどうなっていたことか。つぶらや、権利と金遣いが本当に特撮の大御所なのか疑うぐらいずさんだからな。良くも悪くもメビウスあたりまで昭和しすぎというか、もともとつぶらやエイジが経営にはあまり詳しくなかったのと家族経営してたのが響いた。あと職人かたぎだったから、採算度外視で制作にボンボンお金注ぎ込んでたんだっけ。まあ素人目にも昔ながらの義理を重視しすぎたんだろうなってのは察するよね。上から下まで気軽に会社の金を横領するのが普通で、グダグダ具合がよそでも有名だから、銀行も金貸ししてくれないレベルだったらしいな。テレビシリーズと並行してネット配信で別の展開できるようになるまで持ち直したんだもんな。ネクサス、マックス、メビウスはもちろん、大怪獣バトルもウルトラマンが介入しない怪獣同士のガチバトルってあんまりなかったから好きだった。まあウルトラマンって安いソフビ、光って割れるだけの変身アイテム1個、あとは飛行機ちょこちょこで、戦隊やライダーに比べてどうやって回収しとんねんって思ってたから、そらそうなるんか。一時期防衛隊が登場しない作品とかあったのも、特撮に予算がかかる割には防衛隊メカのおもちゃがあんまり売れないという事情だったしな。 X のジオの時はヤバかったな。マスケッチのおもちゃ全然売れてなかったもの。あれじゃ防衛隊おもちゃ売るゴーサイン出せないよ。田口清隆、こいつはセブンガー流行る。有能すぎる。X で防衛隊メカ大爆死したのが糧となった。ジオで売れないなら今後防衛隊はまあ無理だな、と諦めていた。ストレージでそれ以上のものをぶち込まれた。ガッツセレクトはマジで頑張れ。ペガくんとかブースカみたいな可愛い系のキャラが受けてたのを見て、いけると思ったらしいね。セブンガーとジェットジャガー、マイナーだったロボが人気を博しまくった時期だったな。ゼロの後釜もそろそろ作らんとな。ジードとオーブも人気あるから必要なのは後釜じゃない気がする。ゼロよりはキングじゃないの？
本当にパッとしなかったのはティガの息子のティガだと思う。あの時空の本来のティガは、翼じゃなくてアムイだからね。翼が完全なティガになれないのはむしろ、ティガ最終回を大事にしたからこそだしね。する必要なかったな。